フランクだ。お前はどれぐらい名乗れよ。ということで今回このフランク様がマザーのストリートにやってきたぜ。ということで今回ほぼ日さんの生活の楽しみ店が4月の29日から5月の5日まであるんだが、このマザーのストリート俺は今回紹介してやろうと思う。ついてこい、シャーク団、行くぜ。ということで、まあちょっと順番に説明しようかなと思うんだが、まずはこれや、花の主のおみくじ1枚100円でこれできっから。で、これお前やるときどうやってやるかっていうと、まあおみくじこう取るだろ、取って、で、ここに100円を購入すると、それで OK だ。あ、レジ行かなくていいかな。あ、これな、ちょっと俺も引いてみようかな。じゃあこれ、じゃあこのフランクの命のファーストフード店のバイトでゲットしたこの100円で引きてえと思う。じゃあ100円いったぞ。じゃあどれにしようかな。じゃあこれだ。ああ、この色のおみくじ。じゃあ今回はちょっと1枚だけ、うん、なんか見させていただこう。ちょっと待ってな。あ、これ結構破れるやつだなごめんな、コレクターとして綺麗に開けたかったんだが、まあまあこれはしょうがないな。うん、いや、こんな感じで、あ、すごいちゃんとしたおみくじになってるぞ。あ、すごいな。まあ一応ちょっとこんなざっとこんな感じなんだが、運勢3番目まあこれ花の主だからか。ああ、3番目の主で、俺はこの穴の主だ。この穴には5人の主がいる。俺が思うには俺はそのうちで3番目で、名台詞が書いてある。ああ、俺ジャイアントステップしか死んねえかんな。ああ、旅芸人の小屋はゲーハーピカールが持ってるはずだぞ。ということで、まあ、いろんな、まあ、運勢があるらしいんだが、どれ引いても中くらいの運勢だと。あ、なるほどな。うん、そこにくいね。うん、いや、なかなかみんなもぜひ引いてみてくれ。そして、次なんだが、これだよ。あー、これ穴の主のナンバースリー T シャツ、これいいよな。で、今回これワンサイズ LL サイズのみらしい。あー、これめちゃくちゃかっこいいじゃないか、お前これ。あー、いや、こんなの着てみえよ、お前これ。男も女もこれバッチリ決まんぞな。今回の俺の T シャツ、今回俺もな、あ、ここで T シャツ買おうと思ってんだけど、今回俺のこれ T シャツ見てくれ、お前。まあ、これ唇リボンだ。あー、こんなダッセー T シャツじゃお前やってけねえからよ。今回俺も買っていこうかと思ってんだけど。ああ、で、他にもT シャツ今回あるんだが、今回ついに来てしまいました、マザー2 T シャツ。いやー、俺の出演作品マザー2で、これホワイト、うん、これまず白、あ、これかっこいいよな。で、これグレー。ああ、このグレーいいよな、これも。ああ、めっちゃかっこいいよ。そして着やすいネイビー。ああ、これもみんなどれも好きな色着ちゃってくれ。でもお前ら赤はないけどな、だそこで安易に赤を走らないところがこれセンスだから。ああ、俺は赤いけどな、うん、俺安易に赤走るタイプの男だから、フランクは。そして次だ、まあここだ、ニューエラの帽子だ。ああ、来てしまったな今回。あ、これスカイウォーカー。おお、これ、うわ、初めて見た、こんなんで空飛べる時代なんだ、すげえな。俺も乗ってみたかったぜ。で、これスマッシュのキャップなんだが、あれ同じやつってみんな思うかもしれないが、実はここの色が違うんだな。ここは今回シルバーになってる。これはちょっとまた別物だからな。これまた買ってください。そしてこちら、テレポート失敗。あ、これもいいよな。これ普通に可愛いな、色が可愛くねえか、この色がな。ちょっとこれフランクも被りたくなっちゃうけど、被らせてもらおうかな。あー、これ、あ、バーガー屋で働いてた時の俺だ、これなあ。そしてお次はこれだよ、今回ヨーヨーついに発売されたな。いや、このヨーヨーにはダイボールもやられてるから、ああ、いや、これかっこいいよな普通に。この赤いヨーヨー、真っ赤なヨーヨー、これ真ん中クリアになってて、で、ここはクリアレッドになってるって、いや、かっこいいぜ。これお一人様2個前だから、ぜひともな、まあ、みんな買ってこれでテクニック磨いてくれ。あ、ちなみに俺はハイパーヨーヨー世代。
そしてお次なんだが、これよ、これこれはあれだな、メスの友達のポーラが持ってたぬいぐるみだな。で今回でかいサイズなんだ。前回は小さいサイズで、今回大きいサイズ。ただ俺の友達ではねえな、ポーラは。友達は和じゃねえからな。ネスの友達の友達は友達じゃねえから。で今度はこっち、これもねちょっとヤバいんだこれ。サターンバレーのこのお土産、めちゃくちゃ豪華。今回中身がな、こんな感じなんだが、これちょっと木製のよくあるやつあるだろ。よくあるけど、どこに売ってるのかよくわかんないけど、こんなよく見るやつ、とか、あと土星さんのこのなんかちょっと革のやつな。これかわいいよな、革だけんな。そしてこれサターンバレーのホットスプリング温泉のこのシールになってるって。いやこれはちょっと貼るわ俺も。これ かわいいよなこれな。そして、お次なんだが、スケボー、スケートボード、スケートデッキね。いやこれかっちょいいよな、見てこれマザー、これ初代、初代マザーのロゴ。そしてこれがテレポート失敗、これもいいよな、これナチュラルな色がいいよな。でこれはマザー2の、まあ俺の地元オネット、地元のプリントされたやつで、これはこれ迷っちゃうよな。でこれ今回ね、このイベントでは購入できないんだが、オンラインで受注販売してるから、まあみんなぜひともこれで購入してくれた前を。シャーク団今回全員もこれにしろってるから、シャーク団はもう全部今後はこれ使ってくださいね。そうしないとシャーク団はもう首だからね。そしてですね、こっちの方もちょっといろいろこうやっていろんなグッズがまああるんだ。これよ、これこのバンダナな。ほら見て、ここ、このバンダナ、俺よ、俺ついになっちゃいました、俺が作ったシャークダンね。でまあこっちの方はな、バンダナのまあ俺の地元の地図、オネットの地図の。いやこれよ、優しいタオルにも来ちゃいました。フランクとシャークダン、いやもう暑いねこれね。でこっち、これ小さいハンドタオルの方は、まあ、シャークダン、フランクいないっす。フランクとフランキースタイン2号はデザインどうですかね。待ってますよ。そしてやっぱここのイベントでいろんなデザインがあるんだが、まあこちらのデザイン、これこれ見ていただきたい。いやかっちょいいよねこれ、ゲームセンター、ここ俺が占拠してるとこね。俺の家でもあるなこれは。俺今日ね庭にしかいないんだけど、庭にしかいないからほとんどここいないんだけど、でもこれちょっとね、これテンション上がっちゃうよね。これとかなかなか本邦初公開、フランクがアーケードゲームをやるとこ。すげえ、これ面白いね。なかなか難しいね。なかなか見れないですよこれ。初めてです、初公開でございます、フランクがアーケードゲームに興じるところ。まあ分かってるよ君たち、お前らが気になったのはこれだろう、スターマンの本が。いやこれに関しては俺も知らなかった、これはちょっと見て、いやなんすかこれっつって、やばいっすねっつって、ちょっとこれは聞いてしまった。これな、今後、まあ、いろんなイベントで、ね、展示される予定でもあるらしいから、これ地方の皆さんぜひとも楽しみにしてください。すごいっすよこれ、もうほんとつなぎ目もなくつるんとしたスターマンです。いやもう最高ですねこんなのね。いやもう僕ゲームでは一度も絡んでませんけど、スターマンとは。でも大好きですから、スターマン、スターマン嫌いな人いないでしょねえ。ということで今回ざっと紹介させてもらったんだが、まあ、ぜひともね来れる人は無料でここ入れるんで、まあ、ぜひとも皆さん自由に見てってください。そして絶対にお前らちゃんと買えよ。ということでフランクでした。じゃあ、ちなみにそうだ、フランク4月の29日と最終日の5月の5日一応ここファーストフードのバーガー店じゃないんですけどバイトやってるんで、やんないと食わしてはいけないから、シャークダウンを。だから皆さんぜひとも来た際にはお声掛けください、全然怖くないんで。ということでコアでした、ありがとうございました。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。
今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コーラでした。